皆さんこんにちは、カイチャンネルのお時間です。何やってるんですか？身長を測ってるんですよ。これなんか身長172センチって書いててさ、はい、絶対もっとあるだろうっていう人いるから、ちょっと今日測ってみたんですよ。何センチですか？173.2 です。あ、でも173なんですね。そうです、はい、これが正確な身長です。 173.2。 はい、はい、ということで今日は、はい、何ですか？今日はこちらです。体操をやります。今日はおお、ついについにっていうのか、今月はアスリートコラボ月間ということで、ブレイクダンスやったりサスケにチャレンジしたりしてるんですけど、そうですね、今回は体操にチャレンジということで。体操ってもう明らかに難しいの分かるじゃん、素人目から。絶対難しいですよ。そう、でもそこをちょっと挑戦していこうかな。俺の身体能力で今日どこまで体操ができるようになるのかっていうのをね、やっていきたいと思いますけど、今日スペシャルゲストをお呼びしておりますので、ちょっと登場してもらいましょう。お願いします。じゃあこちらにお願いします。こんにちは。どうぞ。こんにちは。こんにちは、平岩優奈です。シダックスチャンネルの高太郎です。はい。いつも3人でやられてますよね。大体3人のやり取りが可愛すぎて、そして可愛いのにめちゃめちゃ技がすごすぎて、いつも見させてもらってます。これできる？簡単だぜ。そう、今日は体操のスペシャリストにちょっと体操を習おうかなと思いまして、いろいろ教えてください。じゃあ今日はその体操のいろんなね、種目に挑戦していきたいと思うんですけど、まずはこのマット運動というか床ですね。床のバク転とか、バク転バク宙みたいな、そういうのをちょっと教えてもらいたい。はい、いけますか？自分次第です。間違いない。間違いないです。そう、それをまず教えてもらうのと、あとはあっちトランポリン。そしてトランポリンでなんか技を一個決めたいなっていう。前か後ろか。両方っすね。じゃあ前中とバク中。トランポリンで結構高く上がったら簡単にできそうなイメージあるんですけど、難しいんですか？ジャンプがすごい難しいんです。そもそもジャンプが難しいです。それにズンってなるから、膝が負けてカクーンとかは全然あるんで、全然、はいはい、逆に普通にジャンプができれば多分運動神経いいと思うんで。いけますか？いけると思います。じゃあ今日は前中とバク中までいきたいなって。言ったらすごい。言ったらすごいですか？すごいです。で、次はアンバです。アンバ。アンバ。最強くない？知らないです。このさ、上でぐるぐる回るブレイクダンスみたいな。はい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 。これでぐるぐるこの手をついて足を回していくやつね。これできたらとんでもないことになります。でもそれはカイさんできそうじゃないですか？なんか君は何を言ってるの？知ってるか？技できそうじゃないですか？なんかできたらやばい。やっちゃってくださいよ。そんな感じでね、今日は体操でどこまでできるようになるかっていうチャレンジをしていきたいと思いますので、で最終的に平岩優奈さんにバトルを挑もうかなと思いますので。おお、対決をね、はい、やっていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。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 体操って体柔らかくなるみたいな。柔らかい方が良くて怪我とかもしにくい。めちゃめちゃ柔らかいですよ。ちょっとこれどのぐらいいくっすか？待って待って、ガラケー。ガラケーや。完全にガラケー。意味わかんないですよね。やばすぎ。カイさんちょっとやってみてください。はい。膝曲がってます。厳しいぞ、厳しいぞ。選手は柔らかさなんかもっと分かるやつないですか？あ、じゃああれやる。あれってあれ、これは痛い。痛い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 。やばいやばいやばい。これはやばい。痛くないんですか？それは痛くないです。なんか骨あります？あります。なんかね、カイさんやってみてください。ちょっと終わるよ。やりますか？やっていいっすか？足上げて。もうおもろい。いや、行かない。よし、二人がかりで。痛い痛い。厳しい。強い。強いですか？そう、こうなるんです。普通はすごいですね。元から柔らかいんですよ、ずっと昔から。元から柔らかい。あ、でも5歳ぐらいからやってるんでしたっけ？はい。そっか、じゃあもうその時からもうずっと柔らかいみたいな感じ。でも逆にトレーニングは苦手です。トレーニングが苦手？どういうことですか？どうみおちゃん、これできる？
急にマウント取り始めた。これできる。できます。いってらっしゃい。2回2回ジャンプすごい。うい、あげろ、あげろ、絶対あげろ、よし、あと1回、あと1回、できる、いける、あげる、あげる。スパイダーマンみたいな。あ、惜しい。気を出して、もう赤ちゃんみたいな動き。できました。できたのかな。そっか、じゃあ体のやっぱ使い方なんですね。が一番大事かもしれないです、体操は。男子はでも結構パワープレーンみたいなのありますよ。ある程度パワーは必要だけど、でも結局その体の動かし方とかを理解してる人の方が多分上手い体操をするし、あ、点数とかも高い感じです。そういうことなんですね。難しいな。難しいですね。斉藤君が一番苦手な競技だね。やっぱ絶対できないと思います。こんなさ、ふわふわな感じだけどもう技やりだしたらすごいから、ちょっと一発見してもらっていいですか。はい、じゃあお願いします。いきます。いきます。めっちゃ飛ぶ。入れるかなと思って。すごいです、こんなさ、あの普通にもう遊んでるような格好です。遊びに行きますよね、格好で行くよ。すごい。すごすぎる。やばい、やばい。今日俺無理かもしれないわ。さすがに。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。終わっちゃった。僕もできる技なんか、はい、ないですか。あります。あります。おお。バク転、バク転。いけるかも。いけるかも。今ので、もう一回グッ見に行くだけです。見に行くだけ。マット。マット見に行く。あの手振ってマット見に行くだけで。一回目終わってここ来たら、手をグッて。手の間見とく。肘は曲げない。肘曲げない。曲げずにマットを見て見に行くだけ。見に行くだけです。よし。すごい。すごいんだけど。いけるぞ。これそうです。今多分選手の手がここになっちゃって、足をすぐもう下ろそうとしてるから、言うたらまっすぐにしといて、ポンって倒立で一回、はいはいはい、手ついた時はもう体を伸ばして、そっから手でグッと起こして、グッと起こして、もうすげえすげえ。だって手と足が両方ついてる時間はなくすって感じです。手ついたら離してから。あ、惜しい惜しい惜しい。そうですね、これでいけばいいです。お、いけた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 、いきますもん、何もなくて進めるやつだ。すごい、クリア、クリア、クリア、素晴らしい。バク転連続で何回もできるようになりたい。対決するし。いきます。めっちゃ高かったっすね。いや、いけそうかい。無理でしょ、無理でしょ。こんな飛ぶ、こんな跳ねる。まあ、じゃあすごいね、あんな、あれは無理だ。なんででも女ヒール勢いが大事なんですか。あと多分、今ジャンプで膝曲げてるんですよ、はい、ほとんど膝は曲げないです。曲げないです。もう曲げないで、本当に止めないで。本当だ。お、すごい。高くなった。本当に床についてる時間が一瞬。一瞬で。よし。行ってこ。おお。とりあえずロンダーとバク転。まずロンダーとバク転まで。いきます。おお。惜しい。こういう感じか。今もう上に蹴っちゃってる。はい。お前。もっと遅いです。なるほど、なるほど。あ、数裸足になった。そう、裸足の方がいいじゃない。裸足の方がいい。
これ今良かったですか、リッチ。素晴らしい。でもう一回行けばいいか。ダンダンダーンみたいな。決めちゃうわけだね。行くぜ。行け行け。行ってみます。いや、いけてた。まあまあまあ、うん、びっくり、うん、びっくりしてもうちょいですね。完璧にしたくなってきとるやんかい。綺麗にできそう。多分今のもバク転終わってから膝一回曲げてバク宙いってるんで、あ、そうそう、もう自分からパンって蹴りに伸ばしながら蹴りにしたら、さっきみたいに多分ぐんぐん上にいけるんで回れるんですよ。結構疲れるんですよ。疲れるんですよ、意外と。お願いします。おー、すげー、タイムリスクだ。もうちょっと綺麗にできそうですね。パワーって感じ。強引強引、しなやかさがない。普通にここまでできるのはすごいです。すごいです。初めてですか？初めてです。すごい。早くて、まあ、その自分でなんかやったりはしましたね。こういうところでやったのは。おお、すごい。こういうです。うわっ、うわすげえ。思いっきり飛べばいけるのか。あ、でも飛ばしても全然。このトランポリンのその揺れに合わせてジャンプできれば、乗らなくても、その場からで早く回ろうとして、すぐ行った方が危ない。ああ、まず飛んで、こっちして、まあ、そこでやったやつと同じように、こっちに。おお、普通にできたね。普通にできた。うまい。できる。うまい。もう。すごい。うん。10、すげえ、すげえ。絶対多分いけると思います。もっと高く飛んだ方がいい。頑張って。ちょっと上げるんですけど。こうなってるからね。でも、この辺にあったら多分回しやすいです。心臓が強すぎるんですよね。本当に。心臓が強い。じゃあ、立てる。素晴らしい。すげえ。素晴らしい。もうちょっと綺麗にできそうじゃない？できそう。起きた。惜しい。ふっていける。おお、惜しい惜しい。いけそうじゃない？しんな、いけると思います。そうそう、本当に救急車なので多分いけると思います。お願いします。いきます。ボス。ああいいぞ、立てる。おー、
行きました。勝った、すごい。マジですごい。おめでとうございます。会が勝った、すげえ。いえ、はい、ということで最後ですね。これがアンバーでしたっけ。取っ手がついたこれがアンバー。アンバーで、これはの練習ですか。アンバーの練習で、これがエンバーっていうやつです。で、手をついて回るっていうのを最後挑戦させてもらうんですけど、一度最初に見せてもらってください。え、これです。すごい。えぐくない？えぐい。これをちょっとできるように挑戦してみようかなということで、ブレイクダンスみたいなもの。似てるっすけど、でも多分違うっすよね。違います、全然違います。全然違うんす。挑戦してみましょうと、はい、え、ちなみに、ついて両手ついてました。最初は両手ついて、で足体が、そうです、足とかが通るときにそっちの手を浮かせる。あ、いけそう。いけそう。そうなったらすぐ、はい、その離した方の手に体重乗っけないと、今度体がこっち回ってきて、そうだからこっちが上がんない。なんかできちゃいそうな雰囲気がちょっと。いや、これ相当むずいな。むずいな。ああ、こういう感じですか。ああ、無理だ。ああ、惜しい。これ、難しい。バカむずい。カイでも難しいけど。いやいや、これやばいな。どうやって練習してるんですか。バケツがある。え、どうやって使うんですか。これは、足を突っ込んで、もう強制的に足を浮かせるやつなんですけど、はい、そこから、まあ、自分でこう回していったら、また意識見えてるよ。そうです。最初、多分小さい頃はみんな最初これやります。ジュニアの子たちを。これも難しいですよ、普通に。おぉ、うわこれやってるんですか。ゆっくり、ちゃんとこっちに乗せてあげて、手を浮かす。で、すぐ。あっ、これやってたの。これをやってたの。これ使わずに。きつそうですね、それでも。あ、いけそう、いけそう、いけそう。いい、いい、いい。さあ、もうちょっと僕の方の前見てた方がいいですか。この方がやりやすい。あ、いい。あ、いい、いい。おぉ、バケツでもめっちゃきつそう。これバケツだってこんなきついのに、なしでやってるんですよね。なしでやって、まだこれ優しい方ですね。だからこっちになってくると、しかもそっか、移動とかもあるし。え、できます？できます。これ男子の種目なんで。あ、そうそうそう。まあやってみたらいいじゃん。え、これできる？これこれできる？できます。おお、見せてくださいよ。やけん。あ、逆回り。逆回り。あ、そっかそっか。あ、そっち。あ、そうだね。そうだよ。逆はさすがに難しい。びっくりした。あ、いけそう。打ち上げられてます。惜しい。惜しい、惜しい、惜しい。すごい、すごい。いい、めっちゃいい。おー、うまい、うまい、うまい。かっこいい、かっこいい。これですごい、素晴らしいです。よし、いいじゃん。すごい、確実に購入しちゃった。ちょっと頭の中で考えて。似合うっすね、なんか似合う。はい。じゃあ、なしでお願いします。これもやればいいですよね、今。そうです。一番抜けないですか。あ、逆、あ、靴下入っても全然大丈夫。滑っちゃったらいいです。あ、惜しい、惜しい、惜しい。近づいてきた。いけそう。踊った、踊った。体操選手が練習して最初できるなら、どれか綺麗に回せるようになるまで、綺麗に回せるようになるまで1年以上は多分かかってました。いや、1年以上かかるやつやろうとしちゃダメだ。そうですね、間違いない。難しいな、これは。
体操ちょっと想像の数倍難しい難しいですね。想像よりも難しかったけどさ、はい、やってみるとマジですごいなって感じ。一周回りじゃないかなって。じゃあ多分5周目指していけば一周回せます。そうっすね、5周回そうじゃん、はい、今何がいけないですか。やっぱ多分肘曲げちゃってるから体重乗った時に曲がっちゃうともう多分耐えきれないんです。でも着いた瞬間には肘伸ばす、できるだけ曲げない。肘は肘伸ばす、はい、肘伸ばしていこう。お願いします。ほど遠そうだね。ほど遠いぞ。すごっ。すっごっ。スタートマット一周だけ止まるんですよ。スタートの一周はこうで、ここはまあ触ってても触ってなくてもいいけど、多分行く瞬間はこう触った方がいい。で、支えて、ポンパン。最初の左にすぐ重心があるんですか。最初は右に。パッといったらすぐですよ。左に中心、こういったら右に中心。で、うん、もうそれの繰り返しで回していく感じです。回りましたね。回ってた。回りましたね、完全に。完全に回ってました。カメラで捉えられてないと思う。うん、完全にくるくる回ってました。はい。おお、いい。こういう感じですね。はい。これ滑ります。滑り止めが。あ、来た。いけます、これでも。来た。いや、つけすぎてもしかしたらサラサラに滑っちゃうかもしれない。パンパンパンってなって。フリーザの完全体だからいいよ。あ、これできたわ。お願いします。じゃあ5周できたわ。あー、惜しい惜しい。良くなってくるわ、絶対。なんかちょっとブレイクダンスっぽかった。ちょっとブレイクダンスっぽかったな、今、はい、あー、惜しい。今ちょっと足が前で上すぎたんで最後下がってきちゃったんですよ。なるほど。だから本当にだからずっと擦り続けてもいいかもしれないです。あ、そのくらいもう上下運動なしで平らに回した方がいいです。こういう感じだよ、イメージ。気合入れる。むずいな。ちょっとむずいっすね。これむずいな。熟練度高めなんだ、これ。はい。では一周、さっき2のありました。一周は入れました。はい。合格ですか。合格。わかりました。ちょっと悔しいけど、ここはもう一回リベンジで。リベンジ、そうですね。これはむずい、相当むずいわ。一周はクリアということで。やってほしいですね、また。だいぶ、でもバク転もいい感じにできるようになったし、うん、トランポリンもバク中、前中できた、うん、そうですね。連続で素晴らしいです。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、楽しかったな、マジで。いや、でもすごいっすよ。体操、うん、楽しいけど、はい、想像以上に難しい、うん、まあ難しいの分かってたけど、マジで難しいなって、うん、すごいなって思いました。すごかったです。じゃあこの後ね、ゆなさんのチャンネルで対決っすね、はい、5個種目を決めてバトルするんですよね。罰ゲームありで、罰ゲームありで、今日いろいろ教えてもらったんで楽しちゃうかなと思いますんでね。皆さん、続きはぜひ、ゆなさんのチャンネルで見てください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。こんにちは。えい、おお、中村克実選手です。じゃあ、はじめまして、中村克実です。結構、めっちゃきついと思いますよ、これ。これはやばい。